128漢方処方分析、今回は98番奥義研中等ね。右の上の一行解説、小研中等プラス奥義で寝汗にも有効と書いてあります。左に行って3秒ルール、抗生諸薬7つ、芍薬、奥義、桂皮、大槽、甘草、生姜、黄薏ですね。15分類では桂枝等類に入りますね。桂枝等骨格がありますから、でかつ行為が入ってね、研中等類という見方もできます。で、簡易版では、行為があるんで、マイナス1点。ね。で、精密版では、経費がマイナス 0.5、行為と奥義がマイナス1だから、マイナス 2.5 です。で、大体研中等類は、それこそ退院病の薬で大丈夫です。保険病名、身体虚弱で肥料しやすいものの次の諸症、点々とあって虚弱体質、病後の衰弱、寝汗とあります。こんな症状にもアトピー性皮膚炎、ね、褥瘡、疲れなんかにも出すことがあります。ルールからイメージできる典型的患者像。分類チャートからは桂枝等45番の抗生諸薬含み、かつ行為があるので研中等類に分類される。生薬の方向性には該当するものがなく、拒否スコアは簡易版では行為があるのでマイナス1点となる。精密版では、経費、行為、奥義があるので、マイナス 2.5 となる。経費は、気逆にも有効。肝臓と芍薬を含み、芍薬が 4g 以上なので、腹直筋の連休、日本棒って言います。腹直筋が触れるんです。で、その他は、華奢です。が、ヒントになる。6病位は、経費等の抗生諸薬を含む、時は、太陽病ですが、行為があるので、これはもう体が華奢な状態なのでね、退院病。の薬とすればいいと思っています。ワンポイントアドバイス、小研中等に99に奥義を加えたものが奥義研中等98である、小肝論時代の処方であると、近畿用薬、ね、小肝論、抗義の小肝論は狂義の小肝論、急性発熱性疾患と雑病、近畿用薬に置かれています。その近畿用薬に載っています、ね、編纂者は長中継です。浅田総博は何と言ってるか、奥義研中等は小研中等で胃腸の機能が減弱し中期不足、ね、腹直筋の連休、腹離呼吸を目標とする。今日補うために奥義を加えている。腸中継の奥義は大体氷沢、汗を止め浮腫を去るために使用する。この処方も身体、外表面、外体の不足を目標とする。この処方は体力、気力の取れた状態、虚労の症状でお腹の皮が背中に張り付くようで汗がなく咳するものに使用するというが、微熱があっても汗が出ていても汗がなくても使用可能であると浅田総博は言っています。まあ奥義研中等、小研中等のイメージで汗が困るね、出過ぎる時に困る、寝汗が困るって時に奥義を使いますから、奥義研中等の出番が多いと思っています。はい、128漢方処方分析98番奥義研中等でした。以上です。